さあ、こちらが宮崎県西都市にあるご飯屋亀ちゃんです。なんとあの亀梨和也さんがここでランチを食べてるところをご自身の YouTube にアップされておりました。すごいぞご飯屋亀ちゃん。おう、会見のハチ君がお出迎えしてくれます。待ってください。あ、これ亀梨君の方なんです。あ、本当だ。これ亀じゃないですかこれ。そうなんです。すごい。ここの脇に丸まって。どこですか。ここの脇に丸まって。あ、すごい。わざわざ横浜から。ではレッツラゴー。これじゃ嫌なんですよ。わかりました。ごめんなさいね。あー、ちょっとダメ。すごい亀梨さんがお店の前で。かっこいいですね。ありがとうございます。こんな貴重なものありがとうございます。ちなみに亀梨さんどこに座ったんですか。黄金の椅子です。黄金の椅子、はい、どこ。あ、そう、黄金が これ、はい、そうです。奥じゃなくてここ。そこですね。あ、じゃあここ座らせていただきます。亀梨さんと同じで座るのにちょっとお金がいりません。亀梨さん代がいる。そうそうそう、特別シート。有料です。有料。あ、これが亀梨さんが座った椅子ですね。ちょっとこれ。さすが。有名な亀梨君。すごい。さすが椅子が違いますね。オーラが出てます。選ばれるとこは違いますよね。スーッとなんか。オーラが出てますね、椅子に。ありがとうございます。じゃあちょっと申し訳ない。座らさせていきます。これで亀梨さんとお尻とお尻でお知り合いになりました。お知り合いになりました。あ、基本も日替わり定食なんですね。亀梨さんが食べたと同じの。あ、卵黄と何食べたって。それあるんですか。卵黄は今日あります。あ、それくださいよ。同じ名前でよかったですね。同じ名前で。やっぱ全国から来ました。あら嬉しい。これが亀梨さんが食べた同じものじゃないんですけどね。まあでもどれが亀梨さん食べた同じものですか。ここら辺じゃないですか。あ、この辺は一緒、うん、これは一緒ですね。これも一緒。あ、全部一緒じゃないですか。ここら辺違いますけど。これメニューも違いますけど、ね、これちょっと説明。これ何ですか。これがこれ蒸し焼き。蒸し焼きですよね。はい、これサラダ。あ、すごい卵かかってるですね。ありがとうございます。これつけて食べてくださいね。あ、ここに、はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。嬉しきました。いや、腕がありません。日本しかとんでもない。うん、美味しい。 いや、このつけだれと合いますよ。自家製味噌ですね。卵混ぜる感じですよね、ちょっとね。ほら、キャンプで毎年来てらっしゃるから。ほら、おは、うんうん、あ、お肌もツルンツルン。もう一度会いたいな。ほら、キャンプで毎年来てらっしゃるから、ね、サンデーガーベンチでこの、うん、取材陣のこう仕切りがあって、スタンドから全然見えるんですよ。一般の人が入ってスタンドから。上から。はい、で、そこからご飯屋亀ちゃんですって言ったら、絶対反応してくれます。ラスボスができた。あ、おシューマイ、うまいですね。最後出てきておシューマイだ。横文字の名前になってたしね。この距離で見たんですね。すごい近い、もう3メーターぐらいじゃないですか。ガン見です。食べてる。キラ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 。
キラキラしてました。それにオーラって言うと、そう、ごはんじゃない。あ、しんこさんのもあれですよ、ガミしましたよ。今僕なんか別に。何ですか。流行っちゃうんですよ。ここの卵黄ご飯は地元じゃ負け知らず。